どうも、こんにちは。プチプチです。お前は誰だ？あ、私？ごめん、今設定開いてた。じゃあ皆さん、以前荒野行動でお姉ちゃんと逃走中をしてみた的な動画を上げたと思うんですけど、今回はもうそのお姉ちゃんとマイクラで水上生活クラフトをやっていこうと思います。イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ。まあ最近マイクラのシリーズが多いと思うんですけど、まあ、今回はまあそのまあね、お姉ちゃんなんかね、仕事辞めて暇だっていうので YouTuber に なりたいの？いや、まあ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 暇なんでね、まあゲームでもやらせようかなということで、まあ、今回からお姉ちゃんとマイクラやっていくんですけど、まあ、マイクラ、ただのマイクラはね、なんかやるっていうのもつまんないので、まあ、縛りプレイ。そう、水上でしか住んではならない。水上？水の上。いや、わかるわ。あ、わからないと思ってた。だって名前アホタンだもんな。名前アホタンだもんな。アホタン、アホタン。ぶっ殺すぞマジで。まあということで、今回からじゃあやっていきましょう。まあね、ルールは基本的にはまあ木は水の上には生えないので、もうハゲてるおっさんがいくら育毛剤かけたとしても毛が生えないのと一緒、もう無理なんです。なのでまあ木を採取とか、まあそこら辺食料とかはまあ陸に上がってもいいんですけど、ただ建築は絶対に水の上でしかダメ。まあ、水の上にある砂とかなんか土地にはまあ作ってはいいことにします。まあ、つまり無人島生活みたいなもんですね。え、何やってんの勝手に。ねえ、ね、ちょっと何してるんですか。掘ってた。何を？ケツを？砂だよ砂。またまたそんなこと言って、どうせど待って、それは違う、それは違うぞ、おいおいおい、それは違うぞ、それはそれは違う、それはそれは人を殺めるものに使うときに使うものだよ、それは違うと思う。それ一旦捨てようか、ゴミ箱に捨てようか。おい、いったー。ねえ、これどうやって置くの？もうそのレベル。いい？もう、うん、いい？満足。一本満足？ちょどこ行く、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 ちょ、まあじゃあ今日やることをじゃあ今から決めようぜ。うん。何する？え、ベッド、家ベッド、家ベッド。いや、そんなに必要？家ベッド、家ベッド、家ベッド、よ、4個ずつ。4個ずつ作るか。4個ずつ作ろう。じゃあ今日の目標は、じゃあまあとりあえずね、まあ拠点を作りましょうっていうことで、早速じゃあ木とか採取していきましょう。ねえ、夜になっちゃう、夜になっちゃう。じゃとりあえずじゃあ俺がベッド作りに羊毛採取してくるから木掘ってて。だからほら、あっちの方にいっぱい草がある。遠いわね。行くわ。頑張って、ほら、あとで船でも作っとけって。行くわ。ちゃんと入れた。イカもいる。やべ、なんか変なやついる。とりあえずイルカがなんかかわいそうに、なに、陸に上がってきたイルカが。え、なんで？すごいねイルカ。ほらほらほら、何してんのこれ。死んじゃうのかな、わかんない。あ、死んじゃう。あ、死んだ。笑ってないか。人生弱肉強食だからさ。言えてなくね、弱肉強食か、合ってたわ、言い方。テーブルダメだよ、ここに作っちゃダメなんだよ。なんで？水の上にしかクラフト作っちゃい、物を設置していけないの。そうなの？そうだよ、ここに設置しなさい。どこ？はい、明るさマックスにしよう。おい、ちょっと待って、HP が、HP がちょっとヤバたんだぞ。痛い痛い。ねえ、あんたにベッドを作ってって言ったんだけどさ。
え、キー掘ってって言ったじゃん。違う、俺がキー掘るから。違うよ、俺がベッド作るからキー掘ってって言ったじゃん。あ、間違えてたわ。マイベッド探しに行くか。もう HP 半分しかないんだよね、俺。リンゴ食べる？食べる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 。おい、これ持ってて。何？受け取れ、これは。ありがとう。あ、あんたの地図回収しとくわよ。ああ、あざす。雨降ってきたね。そうだね。洗濯取り込まなきゃ。いっそのことびちょびちょになってしまえ。え？下ネタ？え？またまたそういうことを言う。いくつになっても下ネタ下ネタ言うんだな。え、そうでしょ。下ネタは正義だよ。やば。やべ、この走り方キモ。スキップスキップランランラン。スキップスキップランランラン。もうって言ってな、もうって。もう。ワンって言ってワン。ワン。下僕下。そう、だいぶ遠くまで来たけど、いないんですけど。ヤギ？ヤギはいねえよ、元から。ヤギはいねえよ。誰がいる？し、あぁ！ホラーゲームですか？やだ、ねえ、戻ってきてペッチ、敵が来た。任せろ。あぁ、大丈夫だった。なんだよ。あ、いや、アイグなってたから。違う、アイでな。本当によく、よくない。いや、アイではいないんだって。勘違いしないでほしい。だって一般的にはそれをアイグって言うんだよ。言わないから。びっくりしてるだけ。絶対にコメントでお姉ちゃんあいぎまくってて草っていうコメント来るから。嫌だよ、絶対すんなよ。そんなことしたらマジで焼き殺しに行くから。ね。ぶっち。いやー、今日もいい天気だな。もう前からやめよっか。あっ、ねえ、拠点にふさわしいとこ見っけたよ。ねえ、めっちゃふさわしいとこ見っけた。来てみ。ねえ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 。ね、洞窟もある。マジで？溶岩もある。ちゃんと海の上？海の上。まっすぐってどっち？オッケー。もう今怒ってるから私。なんで？怒ってるから。理由は？眠い。なんでだよ。八つ当たりじゃん。眠い。サトウキビ持ってくね、一応。うん、甘いもの食いたくなったときに。プリンでも作ろう。サトウキビでプリン作れんの？え、作れるんじゃない？知らない。作れない。じゃあ言うねよ。ニワトリもいるよ、ここ。すごいじゃん。え、すごい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 。ちょっと待って。いっぱい鉄もあるし、いっぱい石炭もあるし。いっぱい鉄？鉄？歌舞伎町はどうでしょうか。何が？歌舞伎町に行くのはどうでしょうか。あ、二丁目、ゲイいっぱいいるよね。洞窟もあるわ、やっぱ。え、どこ？アイコンとかまっすぐ行ったらいるよ。え、いないんだって。ちょっと待って。あ、いなくないや。全然まだついてなかった。なんで？ああ！あえぐなってたから。あえ、あえいでんじゃん。怒っちゃったの。びっくりしたよ今。怒っちゃう。あえいでんじゃねえよ。どんこ言ったらわかんない。あえいでんじゃん。え、うん、調子乗りだ、調子乗りだし、調子乗りだしたこれ、待って。うん、え、じゃあ本当に待って、どこだよ。おい、カメがいる。え、危ない、カメ。情緒不安定すぎないか。カメがいる。カメ。あ、いたいたいた、こっち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 。で、カメがいるの、そこに。うるせえ。は？あ、もうそんなこと言うなら沈んで死んじゃうか。おいおい、待て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 、おい、言っちゃおうかな。あなたの秘密言っちゃおうかな。なに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 、家でこそこそ丸々してたって秘密を。え、それなに、ごめんなさい、勝手にカール食べてごめんなさい。ほら見てみ、ここだよ。めっちゃいいじゃん。めっちゃよくね。どうこっちの、あー、カメがいる。いや、お前かよ。初めて見た、初めて見た。俺をお前
じゃん。俺を竜宮城に連れてってくれよ。面白いことしてあげる。何？プッチそこの砂の上立って。ここがいい、ここ。ねえ、自分でやるなよ。こういうのは自分でやらないとな。自分でやるなよ、やってあげようと思ったのに。ああバカかよ。ここをどんどんこう整地してこうよ、じゃあ。いいよ。え、これ何？どういう整地？あっ！あえぐなって何個言ってるのわかるんですかね。